はい、これからクロアチアへ行きます。で、今6時なんですけど、あと2時間出発まで時間があるので、今からチェックインしたりとかします。今からクロアチアに行くまでの動画を流すと同時に、僕がなぜクロアチアに行ったのかの理由と経緯についてお話しします。とその前に、ちょうど振付家のレオさんもクロアチアへ行く予定があったので、だからせっかくだから一緒の飛行機を予約しました。スイスからクロアチアは近いので、だいたい飛行機で1時間半くらいで着きました。クロアチア空港に到着しました。今クロアチアに着きました。これからホテルに向かいます。クロアチアです。ホテルまではレオさんの車で送ってもらいました。今から話に戻ります。以前のハンガリーのカンパニーオーディションの動画の中で、僕は行くカンパニーがもう決まっているとお話ししました。そこはロシアのカンパニーでした。僕はグランドオーディションに応募していて、そこでロシアのカンパニーからソリストとして契約をもらいました。ロシアは子供の頃から憧れていて、ボリショイバレエの DVD をたくさん見ていました。ちょっとここで動画をストップします。ロシアのカンパニーに憧れはありましたが、ただ僕が留学していたのはヨーロッパのスイスだったので、僕がロシアのカンパニーで働くことはないだろうと思っていました。ロシアのカンパニーはロシア語が話せて、ロシア語検定に合格したものではないと働くことができないと思っていたので、ロシアのバレエ学校で学んでいない僕にとって契約をもらえることがとても意外でびっくりしたことでした。カンパニーの方からオファーをもらうのだから、僕がロシア語を話せないことも知った上で、それでもオファーをもらえるのはある意味とても大きなチャンスなのかなと思いました。全くロシア語が話せないから最初は本当に大変だと思うけど、何年かいればロシア語を話せれるようになるだろうし、そこのカンパニーはレパートリーもたくさんあって、たくさん踊れると思いました。経験が増えて夢も膨らんで、僕はそのカンパニーに行くことを決めていました。ただオファーはもらったけど、契約書は来ないし、メールで質問をしても返信は遅いし、このままずっと待っていても大丈夫なのかなという不安や心配がずっとありました。コロナのためにビザの手続きが難しくなっていて、本当に大丈夫なのかなとずっと思っていました。そんな中で連絡も情報もない日々が続き、ただ待っていて本当にいいのかなと疑問に思うようになりました。せっかくスイスにいるのだから、他のカンパニーのオーディションも考えた方がいいんじゃないかなと思うようになりました。5月の中旬頃にヨーロッパのあちこちでオーディション情報がありました。5月末まではロシアから連絡があるのか待ってみて、もしロシアのカンパニーから連絡が来なければ他のカンパニーに応募をしてみようと思いました。そしてクロアチア国立劇場ザグレブに自分の履歴書や動画を送りました。翌日、芸術監督さんから直接連絡をもらい、その電話ですぐにオファーをいただきました。僕のバレエ学校のディレクターのオリバー・マツさんとクロアチアの芸術監督さんは以前同じカンパニーで働いていて、よく知っている間柄だったそうで、オリバー・マツさんからクロアチアに行きなさいと言われて、それで僕はもう迷わずに行くことを決めました。ただ一つ少し心残りだったのが、パリオペラ座も応募していて、その返事が来たので7月7日にあるオーディションに経験のためにも行ってみたかったなというのが少し心残りでもあります。パリオペラ座バレエ団のオーディションがどんな感じなのか、その場で見て経験してみたかったなと思いました。ですが、僕がここクロアチアに行きたいと決めた理由は他にもたくさんあって、クロアチアのカンパニーについて調べてみて、踊りのレパートリーがクラシックもたくさんあること、クロアチアは美味しい食べ物が豊富だということと、果物や野菜がとても安くて美味しいこととか、肉も魚も新鮮で美味しいものがたくさんあるということとか、治安もいいこととか、僕はまだ18歳で見ての通りまだ体も細く、
これからもしっかりと体作りをしていく、まだまだ大事な時期なので、食べ物が豊富な国がいいと親からも強く勧められていました。僕の親が話していたのは、クロアチアの日本大使館のホームページを見て、そのホームページがとても分かりやすく、見やすくて、とても親切で温かい印象を受けて安心感を持ったこと、調べれば調べるほどいい国だなと思ったそうです。ロシアのカンパニーに断りの連絡をして、クロアチアに行きたいことを芸術監督さんに連絡しました。発表会の練習で毎日がとても忙しくバタバタしていたのですが、発表会を終えたら一息つけるので、クロアチアに行って新しい生活をするためのアパートを探したりだとか、劇場のこととかを見に行こうと思いました。オファーをもらいましたが、契約書をもらってサインをしたわけではないので、書類についても聞きたかったし、芸術監督さんにも会ってお話をしたいと思い、クロアチアに行くことを決めて、それで発表会を終えてすぐにクロアチアに向かいました。1週間滞在しましたが、クロアチアは本当にいいところでした。カンパニーの日本人の方にもお店とか連れて行ってもらいましたが、とても美味しくて本当にびっくりしました。日本大使館の職員の方とも会いました。皆さんとても優しくて親切で、僕はとても嬉しかったのですが、親も少しホッとしたようです。これからそのクロアチアでの様子を皆さんに見せていきます。ちなみにこの建物は僕が来シーズンから働くことになる劇場です。レオさんが車でぐるっと回って見せてくれました。僕が予約したホテルはここから歩いて10分くらいのところにあります。ホテルに着きました。今から部屋行ってリラックスします。ここが僕の部屋になるみたいです。では入ってみよう。ここ、はい、あ、なるほど。すごい綺麗なところ。一人で住む分にはとても広くてすごく快適でした。綺麗で良さそうなところ。ここで滞在します。はい、で到着しました。でホテルの部屋こんな感じだけど、で今からリラックスして、で明日いろいろといろんなところとかをまた寄ってみようと思います。おはようございます。これから朝食とか食べに行ってきます。その後スーパー寄ったり、ちょっと街の探索で散歩とかもしようと思います。このホテルには朝食もついていて、ビュッフェのような食べたいものを行って取ってもらうような形になっていました。この日は1日目で何が美味しいのかは分からなかったので、全体的に取ってもらって食べました。あ、美味しかった。ご飯を食べた後はスーパーへ行って牛乳と歯ブラシを買いに行きました。ホテルに歯ブラシがあると思っていて持ってこなかったので、すぐに買いに来ました。この動画見返してみて、ぐるぐる回って何も見えないよって思いました。ごめんなさい。まずは本命の歯ブラシゲット。今から牛乳を探しに行きます。ここがお肉コーナーになっていました。一つ一つがたくさん量ありますよね。動画撮るのにまだ慣れてなくて手ぶれがひどくてすみません。外めっちゃ天気いいっていうか、すげえ暑いで、買ったの牛乳と歯ブラシ。歯ブラシ持ってくるの忘れたんで、ちょっと早く買って歯磨きたかった。天気がすごく良くて歩いてて本当に気持ちよかったです。外の天気は少なくとも30度を超えていました。
ここにいるのはカラスですよね。なんか背中が灰色になってて、こんなカラス僕初めて見ました。はい、準備できました。今から行ってきます。公園に着きました。こんな感じの綺麗な場所です。この日の午後にクロアチアのカンパニーの日本人ダンサーの方にご飯へ連れて行ってもらいました。その人を待っている間にここで座りながら、なんか平和だなぁと思っていました。この日はダンサーのアスカさんと日本大使館の職員の方とご飯を食べました。もう本当に美味しくてすごく楽しかったです。その後は街の周辺の紹介などをしてくれました。ちょうどこの次の日とその2日後がカンパニーのお休みだったので、いろいろなところへこの3日間は連れて行ってもらいました。この傘のデコレーション可愛いですよね。これはちょっと有名な建物みたいです。この後も他の日本人のダンサーや大使館の日本人の方ともお会いして、いろいろなお話を聞けてすごく楽しかったです。クロアチアの街やカンパニーのイメージが膨らんで、すごくお話できてよかったです。ありがとうございました。この動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。これからどんどんクロアチアでの様子をアップしていきます。それではさよなら、バイバイ。So thank you for watching. Don't forget to hit that like button and subscribe. チャンネル登録お願いします。Bye. さよなら。